トヨタビッツ、ビッツ、ビッツは、トヨタ自動車が販売する1000から1、500cc クラスのハッチバック型乗用車である。日本国内では一貫して、新旧ネッツ店でのみ取り扱う、同店の看板車種でもある。日本国外での社名は、ヤリス、ヤリス。便宜上、国外仕様についても記述する。スターレットの事実上の後継者にあたり、欧州では、B セグメント、 初代を除くに、北米ではサブコンパクトカーに分類される。初代から欧州で生産、販売されており、現在日産、キャシカイに次いで欧州で売れている日本車となっている。2017年時点での世界販売台数は52万台で、トヨタ車の中ではカムリやプリウスをしのいで5番目に売れるトヨタの世界戦略である。 初代型の登場した1999年当時の日本ではデミオ山あにロゴといったコンパクトカーも存在したものの基本的には作り込みより価格の安さに重きが置かれていた。また世間では従来からのセダンに加え新たに誕生したミニバンやクロスオーバー、SUV などが人気を占めていた。しかしビッツはギリシャ人デザイナーのソティリスコボスによる 革新的なデザインや室内空間の広さ、衝突安全性能、環境性能の高さで、従来のセダンの購入層をも魅了し、国内外で爆発的なヒットを記録。5ドアコンパクトカーブームを引き起こし、他社もフィットやマーチ、3代目 K12 型などの対抗車種を投入することになり、世界のコンパクトカー市場に大きな影響を与えた。その意味でも、 これらの車種は日本だけでなく、世界の小型車を変えた存在として、現在でも評価が高い。ホットハッチとしての需要も高く、欧州向けモデルのディーゼルターボ用ユニットと、中近東向けモデルの大容量ラジエーターを流用し、RS に装着した、モデル、ビッツ RS ターボパワードバイ TRD、トヨタ製エンジンを採用する、ロータスカーズがチューニングしたスーパーチャージャーを持つ、 ビッツ GRMN のような過激なものも公式に発売されている。またビッツ限定のワンメイクレース、ネッツカップビッツレース、同じくワンメイクラリー、TRD ビッツチャレンジ、限定 GR ラリーチャレンジが開催されるなど、モータースポーツの門戸を広げる車の一つとなっている。当初のラインナップは1.0リットル直列4、人 DOHC16 バルブ 1SZ、 FE 型のモデルのみのリッターカーである。フォードからが属する A セグメントの市場に登場した。1999から2000日本カーオブザイヤーをプラッツファイカーゴと共に受賞。トヨタとしては初の3連覇となった。欧州カーオブザイヤーも受賞。それまで販売台数で上位にあったカローラ、セダンを上回る販売台数となり、日本国内外に影響を与える車になった。 インテリアは、エクステリアと同様に丸みを帯びた斬新なデザインで、あり一部グレード、タコメーター仕様を除き、デジタルセンターメーターが搭載された。当時としては珍しく、インパネには、灰皿らしきケースが存在するが、コインケースとなっている。中国の天津一気な釣り汽車に、技術供用され、脅し姿として発売していたが、2012年6月生産終了。 搭載エンジンは 1SZ8A。オプション設定でカラーコーディネートパッケージがある。日本国内での月間販売目標は1万台と発表された。欧州でも2代目ヤリスとして発売。また、今回のモデルからは、北米でもヤリスハッチバックとして販売されている。プラットフォームを刷新し、ボディサイズが一回り大きくなり、 全幅は5ナンバーサイズとしてはほぼ上限の 1695mm となった。また、衝突安全性が大きく強化され、衝突試験速度を従来の時速 50km から衝突時のエネルギーがおよそ2割増える時速 55km に引き上げている。日本仕様のエンブレムには N をかたどったものを採用。以降、熱点で1000倍となる車種にも採用されている。 日本向け仕様と台湾向け仕様は5ドアのみ。日本国外仕様には引き続き3ドアが設定される。エンジンは、前輪駆動車には、ダイハツ工業製造の1.0リットル直列3、気筒 DOHC12 バルブ1 k r FE 型エンジン、及び1.3リットル直列4、気筒 DOHC16 バルブ 2SZ、FE 型エンジン。 自社製造の1.5リットル直列4気筒、ローラーロッカーアーム式 DOHC16 バルブ、1NZFE 型エンジンを、4輪駆動車には、自社製造の1.3リットル直列4、気筒 DOHC16 バルブ 2NZFE 型エンジンをそれぞれ設定。また、欧州仕様では1.8リットルの 2ZR、FE 型エンジンや1.4リットルディーゼルターボの、 1NDTV 型エンジン、中国仕様では1.6リットルの 4ZR、FE 型エンジンの設定もある。トランスミッションは、トルクコンバータ付け CVT を基本にスポーティグレードの RS には5速 MT も設定。4輪駆動車は、従来形のトルコン付け優勢歯車ギアの4速、AT のみとなる。一部グレードには、スマートエントリースタートシステムを設定。 これはスマートキーを携帯することによりドアハンドルやスイッチで施錠、解錠ができるスマートエントリーとプッシュボタン式エンジンスイッチのスマートスタートをサポートする。メーター類はアナログ仕様のみとなっているが、ヤリスにはデジタルメーター仕様もある。アウタードアハンドルは初代のフラップ式からグリップ式に変更となった。また前期型に限っては 電波時計が装着されていたが、後期型では電波時計ではなくなっている。RS は前輪駆動1.5リットルとなり、また、欧州及び北米でも TS として販売された。日本仕様にはディスチャージヘッドランプが標準装備されたが、欧州仕様のヤリスにはハロゲンヘッドランプのみを設定。初代後期型に続いて、グレードに応じて、 LED リアコンビランプが設定されていたが、3代目からは全グレードで標準装備となった。また2011年には欧州市場において、ダイハツに5代目車レードとして OEM され、2013年1月まで販売された。なお、このモデルはダイハツの欧州販売最終モデルで、車レードの販売終了をもって、ダイハツは欧州市場から撤退した。 台湾市場においては2014年3月時点でも東台が販売されていた。CD10.285 の優れた空力性能を実現し、低燃費と高速走行における走行安定性を実現した。全長は仙台に比べ拡大し、1994年から1999年にかけて生産されていた L50 型ターセル3ドア、コルサ3ドア、 カローラ E とほぼ同じサイズとなったものの、2台目と同様に、全幅 1695mm の後、ナンバーサイズを保ち、最小回転半径を 4.5m、U は 4.7m、RS は 5.6m に抑えた。先代に引き続き、日本仕様は5ドアのみ、3ドアは日本国外仕様にのみ設定。ただし、後述するビッツ GRMN ターボは例外される。 なお、5度アと3ドアとでは、ボディ工法のサイドウィンドウのデザインが異なる。前席には、ホールド製の高い新骨格のシートを採用。後席は、全長の拡大により、室内長も拡大されたことで、足元のスペースが広がり快適性を向上。インテリアでは、初代、2代目で採用されていた、センターメーターを廃止してオーソドックスな、アナログメーターに変更、F。 ジュラはタコメーター非搭載し、また URS のインパネ及びドアトリムの一部にはソフトパッドを採用。その他、フロントドアガラスには高性能 UV 吸収剤を使用したことで紫外線を約99%カットし、手袋や日焼け止めを使用した時と同等の効果が得られる世界初のスーパー UV カットガラスを採用。エンジンは1.3リットル車が ダイハツ工業と共同開発し、デュアル VVTI を採用した 1NRFE 型に変更1.0リットル車、1.5リットル車は、先代に搭載されていたエンジンを踏襲、また1.3リットル、前輪駆動車には、トヨタストップスタートシステムと呼ばれる常時噛み合い式のスターターモーターとワンウェイクラッチを使用し、エンジンの再始動時間を従来より短縮した。 アイドリグストップ気候搭載車を設定。26.5kmL10.15 モード燃費の優れた低燃費を実現した。欧州仕様では仙台に引き続き1.24リットルディーゼルターボエンジンも設定している。トランスミッションは五速 MT が選択できる RS を除く全車で CVT のみの設定となり、燃費も向上。 欧州仕様には六速セミ AT の設定もある。四輪駆動車は平成十七年基準排出ガス75%低減レベルと平成二十二年度燃費基準プラス15%を1.5リットル車は平成二十二年度燃費基準プラス25%をそれぞれ達成した。なおリアのナンバープレート1が初代2代目のバンパー上からバックドア上に移動となり、 2代目ラクティスと同様に、フロントワイパーが効率性重視のためシングルワイパーに変更され、助手席、シートベルト試着用警告灯。現在は、運転席警告灯と兼用及び、前席のアジャスタブルシートベルトアンカーを廃止。また、車体色に関してはおよそ10年ぶりにスーパーホワイト E、色番040、ジュラを除くが復活した。2012年6月には、 欧州において、ハイブリッドカーのヤリスハイブリッドが発売された。アクア、プリウス C 含む、以下同じと同じ 1NZ フックス型エンジンと、ハイブリッドシステムを搭載している。駆動用バッテリーを後部座席下に置いたことにより、ラゲッジルームの容量と使い勝手の良さは、ガソリン車と同等レベルを達成している。なお、このためアクアは2013年現在欧州では、販売されておらず、 逆にアクアが販売されている北米ではヤリス、ビッツハイブリッドが販売されていない。日本では2017年1月のマイナーチェンジと同時にビッツハイブリッドの販売を開始した。スポーティードレスアップシリーズ GS は RS をベースとして外装に専用デザインのバンパーフロントグリル、大型マフラーフロント LED、イルミネーションビームを装備しヘッドランプとリアコンビネーションランプに ブラック加色が施された。インテリアもシートが GS のロゴ入り専用表皮へと張り替え、インパネパネルとドアトリムにカーボン調の加色が施さ、ペダルは滑り止め防止ゴム付きのアルミ製へと変更されている。ボディはロッカーフランジの溶接スポット増しと全部補強ブレースで強化し、さらにアンダーボディへ空力パーツを追加して空理機能を適正化、そこへ GS 専用チューニングを施したサスペンションと、光合成、軽量設計の17インチアルミホイール &205、20 45R17 タイヤ、ブリジストンポテンザ RE050A を組み合わせて、足回り強化し、操縦安定性とハンドリング性能を高めた。なお、当車種は GS モデルにおいて、唯一のマニュアルトランスミッション設定車となっていた。 2017年9月に GS に代わるスポーティードレスアップシリーズとして設定された GR スポーツは外観はファンクショナルマトリックスグリルと専用エンブレム前後サイドを装備内装には GR ロゴ入りの専用スポーティシートと専用スタートスイッチを装備しドアトリムやフロントシートなどに専用加色やシルバーステッチを施したまたビッツ GR スポーツ専用装備として、専用チューニングサスペンションを装備し、スポット打点を追加。さらに、GR スポーツ GR では、ザックス製ショックアブソーバーやブレースが追加され、10足、スポーツシーケンシャルシフトマチック、CVT 車のみ、アルミペダル、ショーケーステアリングホイールを装備。なお、GS の場合同様に、GR シリーズでは唯一となる5足 MT が、 設定、2017年9月時点されており、GR スポーツにはガソリン車に加え、ハイブリッド車も設定される。また、GR スポーツは GR シリーズで唯一の形式指定での登録となる。グレード体系は2代目とは様変わりし、専用ボディカラーや内装色を設定し、メッキ化色は施して、華やかさを表現したジュラ、ジュエラを新設するとともに、 基本グレードは、ベーシックグレードの F、本革巻きステアリングシフトノブや快適温熱シートなどを標準装備し、高い質感と快適性を追求した上級グレードの U、専用デザインのエクステリアや専用スポーツシート、7足、スポーツシーケンシャルシフトマチックパドルシフト、または5足マニュアルが選べるスポーツグレード、RS の全4グレードに整備された。また、 F の1.0リットル車には装備内容を簡素化、乗用車全体的に見ても珍しい手動式、リアウィンドガラスなどしたビジネスユーザー向けの M パッケージ、RS には装備内容を簡素化して価格を引き下げた C パッケージがそれぞれ設定されている。二台目後期型に標準装備されていた SRS サイドエアバックカーテンシールドエアバンクが全車。 メカオプションとなったにもかかわらず、車両本体価格は上昇した。特に1.5リットル車の車両本体価格は2台目と比較して大幅に値上げされた。なお、2014年4月のマイナーチェンジ後は2010年12月、登場型のグレード体系を引き継ぐが、スマート、ストップパッケージは1.3リットルの全輪駆動、全グレードに標準設定とし、 RS の MT 車を除く1.0リットル車、1.5リットル車、全グレードにも新たに設定した。RS に設定されていた C パッケージが廃止された。SRS サイドエアバッグカーテンシールドエアバッグについては引き続き、全車メーカーオプション扱いである。2017年1月のマイナーチェンジでは、スポーティーグレードの RS が廃止され、 ハイブリッド車の設定に伴って U の1.5リットル車も廃止。これにより U は1.3リットル専用グレードとなる。ハイブリッド車は非ハイブリッド車、ガソリン車と共通のグレード体系とし、ハイブリッド F、ハイブリッドジュラ、ハイブリッド U が設定され、ハイブリッド U にはスポーティパッケージも設定される。このスポーティパッケージは非ハイブリッド車の U にも設定される。 SRS サイドエアバックカーテンシールドエアバックは2010年12月登場型、2014年4月改良型に続き、全車メーカーオプション設定となる。なお、この改良によって国内仕様から MT の設定が一旦消滅したが、2017年9月に RS、RSGS に変わるスポーツカーとして設定された GR スポーツ、 GR スポーツ GR2 MT が設定差8ヶ月ぶりに復活した。北米仕様は日本仕様とは異なり5ドアと3ドアの2種類で展開される。エンジンは1.5リットルの1 n ZFE 型のみ搭載され、グレードはベーシックグレードの L。カナダでは CE、クルーズコントロール、キーレスエントリーなどを装備した中級グレードの LE。 16インチアルミホイール、4輪、ディスクブレーキ、スポーツサスペンションなどを装備した、スポーティングレード、SE という構成で、SE は5ドアのみの設定となる。装備に関しては、運転席、助手席、エアバッグ、運転席、助手席、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグのほか、運転席、助手席シートクッションエアバッグ、運転席、2エアバッグの合計9つのエアバッグ。 VSC&TRC、タイヤ空気圧警告灯などが全車で、標準装備される。2017年6月マイナーチェンジ。北米仕様と、同様、5ドアと3ドアの2種類で展開される。運転席、助手席、エアバッグ、運転席、助手席、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグの他運転席、ニーエアバッグの合計7つのエアバッグ、VSC&TRC、 アイドリングストップ機構、ガラスルーフ、レインセンサーワイパーなどが装備されている。2012年6月に登場したハイブリッド仕様、NHP130 リットルにはさらに、ヒルスタートアシスト度が装備される。2017年3月マイナーチェンジ。日本仕様と同じデザインだが、ディアホグランプの位置が異なる。日本、欧州、北米仕様とは全く別の専用ボディをまとい。 当初は5ドアのみが展開された。全長全幅全高は 4115700475mm と、全高位以外は、日本、欧州、北米仕様よりも一回り以上大器。さらにホイールベースは 2550mm と、日本、欧州、北米仕様よりも 40mm 延長されている。2013年10月22日にまず、タイで、 ヤリスとして発表され、その後、2013年11月に中国でヤリス L、2014年8月に台湾でニューヤリスとして順次発表、発売を開始した。タイ仕様は、同国政府認定エコカーに指定されるべく、エンジン排気量を1.2リットルのみとし、エコカーとして最適なチューニングが行われている。中国仕様と台湾仕様には1.5リットルの1。 NZ-FE エンジンに4足 AT のみを組み合わせるが、台湾仕様は2016年5月の完了で4足、AT から7足、マニュアルモード付けスーパー CVTI に換装された。2016年11月、杭州モーターショーにおいて、ハッチバックのマイナーチェンジ、および4度アセダンの追加投入を発表。その際、セダンのみで展開していた BIOS にハッチバックの ビオスカイが追加され、ヤリス L を販売する後期トヨタとビオスを販売する1期トヨタにおいて、ハッチバックとセダンの両タイプを展開する形となった。2017年8月、大市場でセダンボディのヤリスアティブ、エイティブを追加。同社のビオスとボディは共通だが、ビオスでは搭載エンジンが1.5リットルのに、NR フ部なのに対し、 ヤリスアティブでは1.2リットルの 3NRFE となるなどエントリークラスよりの位置付けとされた。2017年9月、タイでハッチバックがビッグマイナーチェンジ、ボディパネルを大幅に更新しており、先月発売したアティブに準じた外観となった。その後台湾、インドネシア、南アフリカ、中東などでも順次マイナーチェンジを実施。 同様の外観に変更されている。2018年2月、デリーモーターショーにおいて、セダンのインド投入を発表。カルガータカ州バンガロール近郊のビダディに立地する、トヨタキルロスカモーター、TKM 第2工場で、現地生産され、5月に販売が開始された。2018年6月、ブラジル投入を発表。サンパウロ州のソロカバ工場で、 現地生産され、ハッチバックは6月半ば、セダンは7月に販売が開始される予定となっている。ビッツは、英語の、ビビット、鮮やかなと、ドイツ語の、ウィッツ、基地を掛け合わせた造語である。ヤリスは、ギリシャ神話の美の女神、カリスの単数形、コリスからの造語である。日本国外では、ヤリス、ヤリスの名称で販売されている。なお、初代は、 カナダ・オーストラリアでは、エコー、中国では、ビジー、イス型を名乗っていたが、2.3代目は国内を除いてすべてヤリスハッチバックに統一された。さらに国外では、姉妹車であるベルタが、初代ヤリスセダン、中国、東南アジアでは2代目ビオスを名乗り、さらに、中国、東南アジア市場先輩のビオスも3代目より、北米市場、 オセアニア市場に限りヤリスセダンの名で販売される。同じく姉妹社のファンカーボはヤリスバーソを名乗っている。日本ではヤリスという言葉の持つ響きがあまり好ましくないためビッツという名称となった初代発売当時のドライバー誌の記事より、逆にイギリス英語使用権ではビッツの読みがビットイコールわずか噛んだ過去形に聞こえてしまうため日本のみビッツ 日本国外では、ヤリスという住み分けがなされている。なお、次のモデルチェンジに際し日本国内においても、ヤリスとする予定の報道があった。このように地域ごとに異なる名称が与えられているが、その影響として、ヒュンダイ・ゲッツの日本名が、開発コードの TEB とされたということがある。ゲッツの名称を用いている欧州では、名称が、ビッツではなく、 ヤリスであるために問題図ったが、日本市場では、ビッツとゲッツということで、名前が似てしまう点が現代側の名称変更の理由の一つとして挙げられている。スポーツコンバージョンモデル、GS より、さらにハードなチューニングが施される本格的なチューニングカーブランドの GRMN において、IQ、GRMN、IQ、GRMN スーパーチャージャーに続く3段として、 ビッツ GRMN ターボが企画され、2013年に200台が限定販売された。ボディ剛性を確保するため、日本市場では導入されないサンドア使用車、豪州、英国市場向けをベースに、車体の前後アンダーボディへ、専用開発の補強ブレスを装着した上で、GRMN 専用チューニングのサスペンションを組み込み、アドビックス製の GRMN 専用対抗4。 ポットキャリパーの採用でブレーキを強化し、さらにホイールハブを標準の4ホールからラクティスと同じ5ホール、PCD は 100mm と変更し、強化型ロアアームを採用することでサスペンション全体の剛性を高めている。エンジンは RS の1.5リットルエンジン 1NZFE 型をベースとしてターボチャージャーを組み合わせることで最高出力を大幅に高め、 それらに加えて VSC や ABS なども専用のチューニングを施して走る曲がる止まるといった基本性能を大幅に向上させている。外装は GRMN のロゴがプレスされた専用の外反が与えられるほか専用エアロパーツフロントバンパーヘッドランプレンズはヤリスハイブリッド前期モデルリアバンパーは GS からの流用となると BBS 製、単造17インチアルミホイール、同社の市販品、RF をベースにした、GRMN 専用開発品に215、45R17 タイヤ、ブリジストンポテンザ RE050A 組み合わせる。内装は、トヨタ防食製の GRMN 専用スポーツシートと、GRMN 専用アナログメーターに加えて、本革巻き3本。 スポークステアリングホイール、レッドステッチ付けなどを装備し、後部の軽量化のために一体可藤式、リアシートを採用した。ボディカラーは、スーパーホワイト E とブラックマイカの2色となり、トランスミッションは5速 MT のみとなる。同年8月25日より専用サイトにて、先着順による商談受付を行い、商談は、スポーツカー。 トヨタ86の発売と同時に設けられ、カスタマイズやチューニング等に精通したマスタースタッフ常駐させているエリア86設置店舗のネッツ店にて行われ、限定200台はすべて完売した。トヨタが WRC に復帰した2017年のフランクフルトモーターショーにて、ヤリス GRMN の発売が正式発表。日本向けはビッツ GRMN の名で、 フロントマスクも GR 風の四角いグリルに変されている。ヤリス GRMN は400台、ビッツ GRMN は150台の限定生産。エンジンは 2ZRFE 型1.8リットル直列、4気筒ガソリンエンジンをロータスがチューニングし、スーパーチャージャーで下級。最大出力は 212HP、6800RPM。 最大トルクは 25.5kgm、5000rpm を発生する。トランスミッションは6速 MT、駆動方式は前輪駆動。車両重量は 1135kg で、パワーウェイトレシオは 5.35kg、HP、0時速 100km 加速6.3秒、最高速時速 230km、リミッター作動のパフォーマンスを実現する。 トルセン LSD を装備し、サスペンションや、ボディも強化。ブレーキローター系はフロントが 275mm、リアが 278mm と体系化。17インチの BBS 製軽量ホイールに、ブリジストン、ポテンザ RE050 の205、20 45R17、サイズタイヤを組み合わせている。改造車規定下では、ワールドラリーカー。 WR カー規定のトヨタヤリス WRC が2017年から世界ラリー選手権 WRC に参戦し多くの勝利を挙げて2018年にマニファクチャーラーズタイトを獲得した地域選手権でもキャロッセ、クスコが AP4 規定アジアパシフィックラリー選手権の規定に合わせたビッツ 4WD を開発し2017年に丹山、優也 小いたかが、初代日本スーパーラリーシーズ、JSR チャンピオンになっている。また、南アフリカのラリー選手権では、現地法人のトヨタエーが独自に、スーパー2000規定のヤリスを開発し、2015年、及び2016年にマニュファクチャラータイトルを獲得するなど、ラリーのベース車両として広く活躍している。なおこのヤリスは日本に輸入され、2018年公開の、 ラリー映画、オーバードライブで、主人公たちのチームのマシン、ヤリス SRS として使用されているほか、JSR 第2戦には撮影で使用されたものが、実際に参戦した。市販車無改造規定下においては、全日本ラリー選手権で二輪駆動車クラスで、天野智之、井上幸国組が2008年から継続して使用。2010年から2014年に、2クラスで、 ビッツ RS2015 年に JN5 クラスでビッツ GRMN ターボ2016年から2018年には JN3 クラスでビッツ RS をそれぞれドライブし同期間すべてでドライバー及び小ドライバータイトルを獲得2013年のみ名犬、井上幸子組2014年と2017年は全勝する圧倒的な強さを見せているイベント総合結果でも JN3 でありながら上位クラスの JN4JN5 全車を上回ることがある。マスポーティな CVT を開発するため、トヨタ自動食器とトヨタ画像レイシングはラリー用にチューニングした CVT を搭載したビッツを大倉里市、トヨタ工事組のドライブで JN3 クラスに参戦させてを2017年にはランキング2位、2018年にはクラス優勝の好成績を収めている。 なおこのラリーで鍛えられた CVT は、市販車のビッツ GR に10足、シーケンシャルシフト付き CVT という形で、フィーバックされている。また2018年第3戦からは、間がい安藤雄一組のビッツ GRMN も JN5 クラスにエントリーさせ、海外のグループ RZ と争っている。また、ドイツのトヨタモータースポーツ有限会社、TMG は、 グループ R 一期定のヤリスを販売していた。サーキットでは、スーパー耐久の ST-5 クラスで2010年から2012年に、2代目、ビッツが3連覇を達成している。モータースポーツのエントリー向け車両としてもよく、使用されている。サーキットでは2000年に、日本初のナンバー付き車両による、ワンメイクレースとして、ビッツレースが発足。北海道、東北、 関東、関西、西日本のゴーチックと、トヨタ画像レイシングフェスティバル、TGRF でのグランドファイナル戦で構成されており、2018年現在も、レース入門者を中心に、多数のエントラントを集めている。2002年にはサーキットに続き、入門者向けラリーカテゴリーの、ニュースタイルワンメイクラリー d t r d w ビッツチャレンジが、発足。2012年には、 他のトヨタ社も含む t r d ラリーチャレンジ2016年にはトヨタ画像レーシングが公認し TGR ラリーチャレンジへと発展して現在に至っている。現在同シリーズにはビッツ専用のクラスが2つ存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。